大相撲令和元年7月場所は2019年7月7日から7月21日まで愛知県名古屋市中区のドルフィンズアリーナで開催された大相撲本場所である。先場所を膝の怪我で途中休場した高景勝は膝が感知しないことから出場を断念。武装山以来二人目となる大関在位に場所での 大関観楽となった。また、大関に返り咲いた土地の心も、左肩と古傷である右膝に不安がある状態で場所に臨み、初日から5連敗を喫した後に途中休場。さらには、大関、豪栄道も右肩を痛めて中日から休場となり、この時点で3大関が休場という事態となった。そんな中で優勝争いを経引したのは、 中日勝ち越しを決めた各竜と白鵬の両横綱、さらには一敗で大関、高安であったが、9日目に、白鵬が一の城に寄り切られ、高安も正代に突き落とされ、全勝を守った各竜が、優勝争いを一歩リードする。高安は10日目の明星戦には勝利して、勝ち越しを決めるものの中日、玉足戦で痛めた肘の状態が思わしくないことから11日目から、 休場し、これで、昭和以降初めてとなる4大関球場となった。これで優勝争いは全勝の各竜と一敗の、白鵬の両横綱、幕尻ながら二敗を守る照強しに絞られ、迎えた13日目、結びの一番で、平幕の友風が各竜を叩き込みで下し、最速記録となる、初土俵から14場所目での金星獲得。これにより、両横綱が一敗で並ぶ。 しかし続く14日目、白鵬は通算56勝6敗と得意にしていた、こと棋区に寄り切られて2敗目を喫し、各竜は関脇、三竹海を下し1敗を守る。照強が北斗富士に敗れて3敗となり、優勝の可能性が消滅したため、優勝の行方は、千秋楽結びの一番で対戦する両横綱に絞られることとなった。迎えた、千秋楽、 結びの一番で各竜は白鵬を寄り切りで下し、7場所ぶり6度目の優勝を決めた。3章は、主君賞が各竜からの金星を含む11章を上げた友風、関東賞は終盤まで優勝の可能性を残した照強、技能賞は、前頭上位で10章を上げた遠藤と、小兵ながら9章を上げて、土俵を沸かせた遠藤が選ばれた。ありがとうございます。